こんばんは。日本大相撲激闘本場所編やります。今日本場所編の難しいでね、優勝を目指すんですけど、まあコメント欄でですね、用語集ですか、用語集を見せてくれという話があったんで、まあさらっと見ていくので、そうですね、スローで再生していただければ一応わかるんじゃないかなと思います。これ一回どこかではやったような気もするんだけど、まあ改めて、今日で配信終わりになる可能性5割ぐらいありますね。はい、これで一周したと思います。といったところで、本場所編の難易度難しいでね、優勝を目指してみましょう。まあ、使用するキャラクターは、そうだな、海洋とかでいいんですけど、まあ、朝青龍でいいのではないですかね。もう、マックス強いんでね。朝青龍右四つですね。プレイしていきまーす。まあ実力も度にしますか、姿勢。これなぁ、喋るとね、なんだろうな。喋ると、体が不調になるっていう、今、難しいタイミングなんですよね。咳が出るっていうかね。朝青龍は上手投げとか強かったんだっけ、突き押しとかね。東海湖
まあ、これもちょっとサクサクやりましょう。ああ、そうか。足取りとか、桁食いとか、あ、下手投げね。右四つ。はい。OK。多分難しいなってるんで、これで普通に喉輪攻めとかしづらくなってるんじゃないのかな、と、個人的には思ってる。から、攻め一辺倒になったら、もしかしたら負ける可能性があるのかな、と。とりあえず難易度的な、強さというかが分かんないので、っていうかまあ難易度も何もパラメーターがいじれるゲームだからあんまり意味がないような気もするんだけど、まあ10勝したい、ひとまず優勝できればね、もう御の字ではあるんだけど、ひとまず10勝はしたいかなと思ってます。よし、これでのど輪で押していって逆転されるんじゃないかなと思うんだけど、まあそうなるよね。まあこれが多分難易度難しいのその出てくるやり方なんだと思うんだよね。うーん、ちょっと決め、うわあ、今レジストミスった。あー、これなんか痛いな、精神に来るやつ。いや俺千代大会にはもう余裕を持って勝てるつもりだったから余計ね。だからあんまり突き押しが有効じゃないような気がするんだよね。とりあえず武蔵丸貴乃花は破っておかないと優勝の目がなくなってしまいますね。よし、こっからだな。おっとっと、あっくね。いやー、レジスト相手もしっかりしてくるな。あっ、ちょっとっと、危ないな、これちょっと負けそう。すんごい強い、なんか崩しが半端ない。うわー、めちゃくちゃ強いんだけど。なんか攻めがすごい強烈。もうなんか目が覚めてきたな。もうちょっとマジか。バランス崩しがね、かなり頻繁にされるからどうなんだろうな。レジスト20丸しっかり決めていかないときついね。けどバランスあんだけ崩されるともう一発で吹っ飛ばされるからな。あー、これどうしたらいいんだ。立ち上げて、あ、これ効いてるわ。もう一発、あーちゃ、効かない。うわー、ダメだね。崩し切るのきついな。
簡単に負けなくなってるな相手が。どうしたらいいんだろうな。攻め方のパターン、守っていってもなんか良くない気がするな。守っても後手だけど攻めてもきついな。どうなんだこれ。なんかあっさり優勝できなそうだな。ほらこの崩しがねすごいんすよ。効かないな。崩しがすごいんでこっちのスタミナ回復できないんだな。危ない。崩しやっぱどうするんだこれ。あっちゃはあ、いや厳しい。厳しいな、攻めが厳しいな。もう3敗したんで優勝は無理になっちゃいましたけど、難しいで優勝するの厳しいぞ。攻めも守りも1テンポか半テンポぐらい今までのやり方から変えないといけないね。時間です。待ってありません。ダメだな。ダメだ、対応されてるんだ。重い。これで崩されちゃうもんな。無理じゃね？ちょっと強いぞ。もう一発。ダメだ、危ない。いや全然効かない技が。あ、いけるか。いけないな、ちょっと難しい。まずい。ちょっと相手のレジストがなんかほぼ 100% ぐらいで決まるからね。これ、今みたいに崩した時だな。これだ。ちょっと待って、危ない。あれだともう三角でも投げられちゃうから。極点法でこれだろう。相手の重心全然動かせないから危ない。終わった。危なかった。危ない。ダメだな、ちょっと投げが重いな。
危ない。ああ危ない。ああ危ない。いける。ああもう。ねえマジか。極点法でこのレベルか。段違い、強さ段違い。はあ、これパターン、まあ誰か使いやすい海洋あたりだったらいける可能性あるかな。大関横綱めっちゃ強かったからな。これは勝ち越しするのもやっとだね。まあこれしょうがないわ。余裕がないな。なんか本当の相撲になってるね。本物の相撲みたいな緊張感があるんですけど、いや緊張感とは違うね。だからこれ途中で刺して変えるぐらいのこともしないとダメかもな。相手が崩れるバランスの時と全く崩れないバランスの時があるから、全く崩れない時に刺して変えないと多分攻めが遅れるね。時間です。楽しい。これ多分そういうことされるよね。うわあ崩したの今。危ない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 。うわーこれなー、いやーちょっと無理なのでは。こんな難しくなるんだ。これは確かに難しいだね。まあ次ちょっと海洋でやってみて、いけそうかいけなかいけなさそうかジャッジして、まあいけなさそうだったら終了ですね。なんかそれくらいちょっとまあ勝てる気がしないな。なんかね、いけそうな気がするんであればやってもいいんだけど、なんかまあほらゲーム、サッカーゲームとかでもそうなんだけど、なんか別に実力がないのにさ、その難易度ワールドクラスでやってもしょうがないじゃんみたいな、なんかそう、あなんかね、そういう気持ちになってるね。なんかまあ好きな人がやる分にはいいだろうけど、
なんか私は基本なんだろうね。このゲーム進められてやってるんで、そのモチベーション、熱狂がない、熱狂はないね。まあしかしゲーム実況ほとんど進められてやってるゲームが多いから、そうだな、進められてやってるゲームととりあえず買ったオーソドックスなゲームしかやってないな、そういえばここ2年ぐらいは。そうなんじゃないのかな。俺新作で買ったゲームやとシェンムー3ぐらいしか今パッと記憶に出てこないな。というかもう負け越しそう。これ、ちょっと待って、ちょっとやっぱすごいその重心揺さぶられるんで、なんかねレジストするときに遅れるんだよね。ああ危ない、ああ危なかった今。これはなあ、ダメだ、全然ついていけない。こんな難しいんだ。そうですか。あのね、難易度弱いと普通はあんまり差を感じなかったんだけど、難しいに限っては結構差を感じるね。まあウイニングイレブンでいうとセミプロ、プロ、まあワールドクラスかレジェンドって感じだね。まあどっちが上だったか忘れちゃいましたけど。これなんか実力の差が出てるね、ものすごく。あほら、これあのバランス崩しが激しいんだな、本当に。これで負け越した。はあ、久しぶりじゃない、25時間ぶりぐらいに負け越しましたね。まあでもなんて言うんすかね、このとりあえず改善すべき点は、その相手がバランスを崩してくるっていうのがめちゃくちゃ、鋭くなったので、まあ、そこをうまく回避し続けるしかないのかなと。そういった感じだね。朝勝利、足方、時間です。楽しい。ああ、いけいけ。なんかこれで逆転技されそうだもんね。ああ、ほら、これでバランス崩してきた。ああ、ね。で、ほら、小木錦とかのバランス崩してもね、一瞬で相手戻してくるから、それがすごいわ。あー、攻め激しいな、これ。危ない。あ、いける。あー、もう一発。うわ、投げられない。いやー、ギリギリ。小木錦相手にこれだからね。
すっかり意気消沈。いなし効くかな。あ、やられそう。お、あ、もう効かないな、これな。全然効かないね。もう今まで頑張ってきた勝ちパターン封じられてるわ。あの、通用しないもんね。あー、スター。まあまあまあ、なんとか意地を見せてる感じはするけど、え、これ実力モードだから辛いっていう可能性はあるのかな。ないだろうな。それはない気がするな。まあ海洋やってみてどうかってところだな。太陽をやって12勝3敗ぐらいでやれれば優勝狙えるかなとは思うんだけど、じゃあ聞いてるの。これ和漢の多さとね、あの、聞くスポットがありましたね。6の8、まあ明日も勝って7の8ぐらいで終えられれば、まあ負け越したけれどもっていうね。けれども、まあまあ頑張りましたねっていう結果にはなるね。6の9だと厳しいね。ここの1勝は大きいですよね。まあでもとりあえず一場所やって傾向はよく分かった。横綱とか大関三役以上に勝つの多分かなり厳しい。何にもできないんじゃないかな。守ってるうちにちょっと後手になるっていうのがちょっと今度新しい。あ、これ効いてるわ。よし、守ってるうちに後手になるのが結構今までになかったパターン。あと、あと、そうだね、スポットがあるね。全く効かないところと、なんか効く、まあ、かなり有効に効く倒し方があるね。まあ、7の8。まあ、悪いなりになんとかって感じだったけど。まあ特にコメントもない。まあ特にコメントがないです、私は。もう。いや、海洋は使いやすかったんだけど、使いやすい記憶はあるんだけど、その、まあ、弱だったんでね。で、なんかまあ、とりあえず回しとか、買っときますか。あ、ああ違うか。ああ、はいはい。い
やー、これ回し全員分埋めんのつらいよな。一人50だから、一人50で、まあ、40人2000だから、まあ難易度優しいにして、極集算で20回出して 10回強優勝できれば取れる。いや、武蔵丸貴乃花使って優勝を目指すとか、そういうレベルだな。左四つ、まあ海王で、通常モードにしましょう。で、回しを買ったことによって、もしかしたら、予備知識ナンバリング19が出る可能性もある。ナンバリング19のために時間を使う気もそんなにない。というか時間次第、それこそなんかあまり1週間もかける気はないな。なんかさらっとやれたらいいよね。海王上手投げとかでしょ。これもうね、いろんな技を試すとかっていうのがもうできないんだよな。左四つ、うん、はいはいはい、まあ右上ですよね。小手投げ、まあ右上ですよね。まあちょっとやってみんとな。あー強い。まあ基本、まあでもね、前回の朝青龍も初日がこれでこういう感じで勝ったから、初日こういう感じで勝ったことによって、油断したという部分もあるからね。いやー、まあ2桁あと、そう、この三役相手にどう戦えるかっていうのもそうなんですよね。まあ、知っておかないといけないところで、海洋はあの形で上手投げバシバシ決まるようであれば、まあゲームの穴ですよね。西方小結時間です。ぶちかまして組んで投げる、あ、切れるわ。うん、そうだな、あんまり攻めは早い方がいいのかもしれないな。でもその早い攻めがうまくいかなかった場合は、まあ今後経験していくとして、まあ遅行、遅い攻めよりは早い攻めの方が、早い攻め効かなかった時に相手が逆転の技を仕掛けてきて負けるというパターンはあると思うね。それは想定ができるが、その時の対策か、その時の対策は、まあうまくレジスト決めるしかないからな。東方大関太陽時間です。楽しい。ああ、っしゃ、太陽の上手投げ鋭い。で、雅山まで倒せれば、とりあえず関脇小結あたりまではあの戦法が通じるということがわかるよね。うん、でも攻めが一直線だな。
でもパターン、攻めのパターンを用意する必要もないしね。通用しなかった時にどうするかか。いやでもこれ貴乃花や武蔵丸、大関陣と当たってみないとちょっと分かんないな。だからぶちかまして、あ、これもう、あ、なんか対応されたんだけど、聞いたな。太陽の上手投げ、なんか最強レベルで強くない？いや、でもしかし厳しいな。相手が厳しい。よし。おっと、いや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 、もう一発。ああ、崩した。ああダメか、まずい、まずいな。ああ、あ、いける。よし、ちょっと厳しかった。で、若の里と、当たれば、小結関脇栄人とは終わって、で、中盤戦ちょっと一呼吸置きながら、まあ、後半のね、大関横綱戦に向かっていくわけだ。太陽はでも優勝狙えそうだな。もう一発。あーっと、危ない。あーっぷな。あーっぷな。このパターンだったらちょっと危険なんだよね。マジか。このいっぱいきつい。通用しなかった。攻め方が通用しなかった。いっぱいきつい。貯金なくなった。時間です。待ってありません。
よし。よし。まあこれが一番やりたい形だね。とりあえず勝ち越しは決められそう。後半な、後半失速しそうなんだよな。横綱相手にな、横綱相手に効く気がしないもんな。千代天山にも効きそう。あ、効かない。あ、技出せない。あ、通用しない。まずい、まずい。まずいな、組み直さないとな。組めなかった。あ、効いた、効いた。いや、ダメか。危ないな。ああ、なんとか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 。いやー、厳しかった。あの上手投げ、もう完全に防がれてたから厳しかったなー。とりあえず状況は良くないね。まあ最後星の潰し合い待ってるね。2横綱3大関、武双山が2敗目。よし、とりあえず勝ち越しはしました。まあ、この後ですよね。この後貴ノ若挟んでからの横綱大関5連戦。なんかね、せめて大関には通用してもらって、横綱には通用しなくても、なんだろうな、その光が見えればね、いいですけどね。貴ノ若には通用するだろう。貴ノ花には通用しないと思うね。若の山、若の山か。千代大会も2敗目。まあ横綱ですよね、問題は。横綱戦勝てれば優勝見えてくるか。
これも大丈夫だと思うね。まあいけるわ。中野山レジスト20丸でもそれを上回るほど太陽の上手投げが鋭いもんね。んで貴乃花かな、武蔵丸か。ここだよな、ここが、ここだよな、ここで一勝できれば、まあすごい大きいけど、通用しなくなるんだよね。で、コマンドが武蔵丸の時に逆になるから、まあそれも確認しておかないとね。ちょっと待ってね。左四つだから右下ね。よっしゃ。いやー決まんないかな。あ入ってる。違う。あ、ダメか、重い。あ、入った。もう一発。あ、いや、それはもう対応できんわ。これ、武蔵丸がこういう勝ち方をするってことは、同じ技を連続で打っていって言ったらわかるよねってことだよね。連続で打っていったらわかるよね、対応しますよって話か。あれ逆転技だからな。あれ出されたらもう無理だね。まあ、もしくはこっち側にもうちょっとスタミナを残しておかないと。貴乃花相手に。貴乃花には勝つんか。いや、武蔵丸が2敗になったらあるかないかってところ。ああ2敗になった。うそー。まあチャンスは広がったけどね。むずいね。なんかもう武蔵丸も貴乃花も3敗目他力本願だけどなってくれれば、まあ非常に助かりますけどね。なんかもう行司木村庄之助じゃなくなったね、もうずっとね。そうなんじゃないのかな。
間です。楽しい。あ、でもこの時の庄之助はあれだよな。あの横綱戦しかやりませんってことか。あ、まずい。ダメだ、全然効かねえ。あと重い。まずい、これまずい、まずい。いや、だからこれだよ。これ出されたらもう無理だわ。裾取りの対策まで考えないといけないってなっちゃうとちょっともう厳しいなって思います。私はいろいろ。これ武蔵丸が優勝するだろう。千秋楽で貴乃花が勝つことなんてあんのかな、この展開で。いやー、土地東もなあ、結局投げ打っていっても裾取りされそうだしな。裾取り違う、あれ裾取りで合ってんだっけ。まあ一瞬妻取り、あ、でも妻取りは違う技だから。なんです。楽しい。まあ、いくら対策されたとしてもなんか これをもう狙っていくしかな。ないぜ。ああ、一瞬崩れんだよな。よっしゃ、まあ千秋楽貴乃花が勝てば勝ったな。決定戦か。あー、しかも初の4人だ。え、4人、え、4人ってことはまあ結局2勝した方が勝ちですよね。あれ、でも巴戦になっとるな。丸海王、あれ巴戦になったな。貴乃花、あん、まあそうね、貴乃花が相手か。いける気がしないな。時間です。楽しい。よっしゃ。わあ、崩した。よっしゃ。さあ、まあ、で武蔵丸、まあ、現場は盛り上がってますよね。いや、同じことをやっていくしかないな。でも勝ち筋は、再びとか言うんだね。時間です。楽しい。よっしゃ。あ、崩してる。
よっしゃ、おお、勝った。あー、よかったよかった。よかった。まあこれで私も未練なく成仏することができます。ああよかったっすね。燃えた。幕内最高優勝は大関海王ひろゆき、成績は12勝3敗であります。はじめに支配大会、多分スモージンクの映像は変わらないとは思うんだよね。で、難易度難しいでクリアして何か変化があるかってことだよね、ゲームに。まあ一応記念なんで、いつも通り見ますけど。はい、これで私はもう未練なく成仏することができそうです。一応出稽古行ってロード画面、まあ、2、3回見てみようかなという
ところですけども、まあやっぱりね、検証本数だけ見ると別に難易度難しいでやる必要もなくて、まあね、時間に余裕があれば決まり手全集作ってもいいような気もするんだけど、ちょっと推挙だもんな、それやったらな、難しいな。まあ一つ80個ぐらいあるからね、まあ一応難しいでもまあ頑張ればいけたということは分かったんですけど、いやまあどうなんすかね、これ回し全部買わないと出てこないような気もしてるんだよな、個人的には。これもさ、これもやり始めたら水鏡なんで、購入済み。環境設定、あ、出稽古のコムの難易度ってここでやれるんだ。まあ、ちょっと一旦出稽古行って何 かあのロード画面ですね、新しいの出るかどうかだけ確認しましょう。いやー今日しんどかったっすわ。いやー何なんだろう、19番、回し全部買わないと無理系な気がしてきたな。回し全部買わないと無理系ってなんだいそりゃ。まあ、ひたすら曲集算縛りになっちゃうもんな。でちょっともう2回ぐらいやってみますけど、いやー出てこないわ、19番、多分条件を満たしてない。危ない。これできんすよね、もう後ろもたえされちゃうからね。これはなんか本当になんかあんま良くないな。いやモード選択か、朝稽古で技の練習ができますよね。そういやよ。金星。まあ、これも見たことあると思うね。朝稽古で、技の練習のところで、なんかいい感じの絵が撮れるんであれば、決まり手全集を作ってもいいっちゃいい。そうするともう私完全に成仏できます。稽古、まあ構えから、ああそういうことか、技表
マビゼ倒し、なんか珍しいのできると思うよ。ぶっちゃり、より倒し、受け中。いやこれ出すの難しくね。え、これとかさ、あ、でも可能ってあるじゃん。あー、でも可能でいけんじゃん、簡単に。なんかあんまり絵としては良くないな。絵としては良くない。全集を作るっていう感じではない。なんかこうやって喋りながら見る分には楽しいけど、まあ、決めだしね。あ、決めるってやる。あ、でもデモが出せない。まあ、なんか見たことないやつちょっとさらっと見ましょうよ。首ひねりは、あ、見たような見てないような。毛返し、あ、これ見てないですね。下手繰り、あ、見てないあ、でもすごい朝青龍っぽい。腰投げは見てるね。コスソ取りか、あ、小手投げ、まあ、小手投げもあんまり出ませんでしたね。小股すくい、あー、でもなんかもうこういう感じでだったら、なんかこの部分だけを動画として切り抜くっていうことはできますよ。サバ折り、ちょっと迫力に欠けるですけどね。うん、まあまあまあ、わー、珍しい技。これ逆転技だね。上手投げ受け中。あー、本当だ、上手投げ対応の技だ。上手出し投げ対応の技ね。ああ、即尾落とし、まあそうだね。外困った、外たすき取り、外無双、体当たり、外無双も1回か2回は出したね。いやー、たすき沿いと外たすき沿いの違い、あー、なるほどね。手の位置ね。でね、つかみ投げはまあかなり迫力ありますよね。突き落としも出さなかったですね。まあ非常に裏っぽいね。釣り落としも出しませんでしたね、多分ね。釣る、抵抗する、とっくり投げ、とっくり投げって一回出したかもしれない。
枚蹴り。猫だまし、のど輪、叩き込み1回しか出せなかった。針間投げ、引き落としも出せなかった。けね、これ決まったら気持ちいいね。これ気持ちいいわ。四つに組む。割り出し、ああ割り出し、アイコン説明、足取りって出したんかな。浴びせ倒しも出した記憶ないな。なるほどですね。いやー、うっちゃり決まったら気持ちいいだろうな。上手投げ強、あ、これが強ね。ジャック、おーすごい。まあこの辺までは見たのかな。大股も1回ぐらい出しましたね。送りがけも出したことない。送り倒し、送り出し、送り釣り落とし、釣り落とす、釣り出し、釣り出す、送り投げ、送り投げも出してないね。送り引き落とし、あ、これも出してないね。押す、この辺、いや、まあ、もうちょっと見るか。かけ投げはよく使いましたね。ああ、合掌ひねりってそういうことか。相手の背中で手を組んでるんだな。河津掛けは見ましたね。なんか物言いがつきやすいやつ、はい、見ましたなんだ見ましたって。という感じですね。という感じでございましたですね。これ19番出る可能性があるのは回し全部買うことだな。でもそれをやるためにプレイするの、多分モチベーションが
モチベーション1割ぐらいで淡々とやるしかないな。1回25分で、2回400、5時間ぐらいあればいけんのか。5時間、って感じだわ。極秋山あたりで3勝と優勝を狙っていく感じでしょ。豆知識の19番狙うためだけに、いやー、どうすか。いや、まあそこそこやりましたけどね。保留。やるかもしれないし、やらないかもしれない。すぐやんのかな。わかんないな。と、今日はこの辺で終わりにしましょう。といったところで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。